はい、格闘オタクニュースゾウの雑博です。ライジン35ライト級タイトルマッチ、サトシソウザ VS ジョニーケースの戦いです。こちらは前回ジョニーケース選手の TKO 勝ちでリマッチとなります。サトシソウザ選手は180センチ、32歳、柔術の激強ファイターで13勝1敗、9のサブミッション勝ち。この唯一の1敗がジョニーケース選手です。ジョニーケース選手は177センチ、32歳、ボクシングレスラーでボクシングの打撃が強い、27勝7敗、19の KO があるフィニッシュです。サトシソウザ選手が寝技に持ち込めるのか、そしてジョニーケース選手が打撃で KO できるのかが見どころです。まず1ラウンド、プレッシャーをかけるジョニーケース選手です。そこにワンツーを打っていくサトシソウザ選手。サトシソウザ選手はかなり大振りのパワフルな打撃を打っていきました。しかしジョニーケース選手はやはり一流のストライカーで、そちらにひるまずに長いジャブで応戦していきます。そしてプレッシャーをかけていきます。大振りのワンツーを振っていくサトシソウザ選手、そしてそこに左フックを合わせていくジョニーケース選手です。おそらく大振りのワンツーを打ち、上に意識を生かせテイクダウンする、オーバーハンドを打ち、オーバーハンドを見せかけてテイクダウンするというセオリー通りの戦いをするサトシソウザ選手です。そしてやはりテイクダウンに行くサトシソウザ選手。しかしここはジョニーケースに防御され、ジョニーケース選手がトップキープしました。そこから下からサトシソウザ選手が三角狙いにするのですが、三角を握られ、そのまま前回と同じようにオモプラッタの展開になります。そしてオモプラッタの展開から猪木あり状態になり、ハーフタイムになります。ハーフタイムになり、両者スタンドでもう一度仕切り直しです。そして仕切り直しになった中、やはり同じように少し大振りなワンツーを当てるサトシソウザ選手、そしてプレッシャーをかけるジョニーケース選手。ジョニーケース選手は長いジャブ、右フックなど鋭い打撃を当てていきます。サトシ選手は大振りなワンツー、ハイキックなど殺傷能力の高い打撃を当てていきます。そしてテイクダウンなどにトライしていきます。そんな中、タッチバックを取ろうとしたサトシソウザ選手です。そこにジョニーケース選手はタッチバック慣れないように足を抱えて上に持ち上げようとします。そして足を持ち上げられるとしたサトシソウザ選手はそのままバックにつき、ジョニーケースはセオリー通りタッチバックなので前に落とそうとします。しかし前には落ちず、そのままサトシソウザ選手は三角を決め、腕を取り三角固めのような形でタップアウト勝ちです。これで1ラウンド1本勝ちでライト級タイトルをサトシソウザ選手が防衛しました。1戦目と違い、サトシソウザ選手はかなり自信のあるパワフルな打撃で、打撃戦でもゴムに戦っていました。打撃戦でゴムに戦い、テイクダウン2機、テイクダウン切られたものの、下から寝技のプレッシャーをかけ、ジョニーケースは寝技の展開では防御一辺となりました。そしてスタンドになってもサトシソウザ選手のパワフルな打撃にジョニーケース選手はなかなか合わせることができず、最後にはやはりサトシ選手がタッチバックからセオリーであればそのままジョニーケース選手が解除して終わるのですが、しっかりと三角締めを決め、最後には腕を決め三角固めで一本勝ちしました。ここまで寝技が強い選手というのはなかなか現代 MMA ではいません。 MMA 元ファイターであるジョニーケースに完璧な勝ち方をしたので、ライジンライト級戦線ではなかなか敵が見つかりませんので、やはりベラトールから対抗戦として戦うのがいいかもしれません。相模オリジナル割に層が薄い日本のライト級の選手では全く歯が立たないでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければダイエットコンビニご飯もご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。